モーシェアレンス、モーシェアレンスは、イスラエルの航空工学専門家、外交官、政治家、同国外務大臣、国防大臣などを歴任したほか、ユダヤ・サマリア大学学長なども務めた、リクード党所属。リトアニア5名もシェアレンサスとして、リトアニアカウナスに生まれ育つ。1982年から1983年まで、イスラエル中米大使、 1983年から1984年、1990年から1992年まで、国防大臣ミニスター・オブ・ディフェンス。1988年から1990年まで、外務大臣。1939年、ナチスの蛮行を避け、アメリカに移住する。1948年、アラブ諸国との戦争の最中にイスラエルに移り、 イル軍に所属して戦う。1973年に決闘されたリクードの創世期のメンバーであり、党内でも強硬派に属した。1991年の湾岸戦争の際は国防省としてサッターム・フセインと退治。イラクからミサイル攻撃を受けた際は、当時住宅建設省だったアリエル・シャロンと共にイラクへの報復攻撃を強く主張。1992年には、 一度は政界を退り添くが、1999年1月、直家子にあたるベンヤミン・ネタニヤフ首相から壊れ、政界復帰。国防省に再登板する。その後も、ネタニヤフの相談相手として、たびたび助言を行った。ガザ地区撤退計画には反対の立場だった。イスラエルの大手新聞、ハーレツによく寄稿した。2019年1月7日に、 テルアビブ近郊サブ4にある自宅で死去。93歳没。ありがとうございます。